突然の手紙には驚いたけど嬉しかった。何より君が僕を恨んでいなかったということが、これからここで過ごす僕の毎日の大切なよりどころになります。ありがとう、ありがとう。ナイロビで迎える3度目の4月が来て、今さら千鳥が淵で昔君と見た夜桜が恋しくて、ふるさとではなく東京の桜が恋しいということが、自分でもおかしいくらいです、おかしいくらいです。3年の間あちらこちらを回り、その感動を君と分けたいと思ったことがたくさんありました。ビクトリアとの朝焼け、100万羽のフラミンゴが一斉に飛び立つとき暗くなる空や、キリマンジャロの白い雪、草原の象のシルエット、僕の患者たちの瞳の美しさ、この偉大な自然の中で病と向かい合えば、神様について人について考えるものですね。やはり僕たちの国は残念だけれど、何か大切なところで道を間違えたようですね。心にもサンタクロースはやってきます。去年は僕でした。闇の中で弾ける彼らの祈りと激しいリズム、南十字星満天の星、そして天の川診療所に集まる人々は病気だけれど、少なくとも心は僕より健康なのですよ。僕はやはり来てよかったと思っています。辛くないと言えば嘘になるけど幸せです。あなたや日本を捨てたわけではなく、僕は今を生きることに思い上がりたくないのです。空を切り裂いて落下する滝のように、僕は淀みない命を生きたい。キリマンジャロの白い雪、それを支える紺碧の空、僕は風に立つライオンでありたい。くれぐれも皆さんによろしく伝えてください。最後になりましたが、あなたの幸せを心から遠くからいつも祈っています。おめでとう。さようなら。